水星は太陽に最も近い惑星であり、それと同時に太陽系で最も小さな惑星でもあります。皆さんこんにちは。様々な理由によりこの惑星の調査は非常に難しいのですが、それでも成果は得られています。前置きはこのくらいにして、今回は皆さんに水星の不思議な見どころについてご紹介したいと思います。小さすぎて大気を持たない惑星。なぜ水星が現在のような姿になったのかを理解しやすくするために、まずはこの惑星がどんな条件にあるのかを簡単におさらいしておきたいと思います。水星の半径はわずか 2439km です。つまり水星の大きさは木星の衛星ガニメデや土星の衛星タイタンといったいくつかの衛星にさえ及ばず、木星の別の衛星カリストをやや上回るに過ぎません。その一方で質量はガニメデとタイタンの合計を上回っています。水星の公転周期は地球時間でおよそ88日です。かつて水星は太陽に対し常に同じ目を向けていると考えられていましたが、後にそうではないことが判明しました。確かに太陽の重力によって水星の自転はかなり遅くなっていますが、水星の1年と等しくなるほどではありません。この惑星が自転に要する時間は地球の 58.6 日、水星の歴では3分の2年に相当します。このような変わった回転の仕方により、この惑星での実際の一昼夜は水星の歴で2年間地球時間では176日間続きます。そもそも水星の空に浮かぶ太陽は独特な動きをしています。例えばほんの少しの間だけ太陽が昇り、やがて地平線の向こうに隠れた後再び昇ることがあります。あるいは逆にほんの少しだけ沈んでまた昇り、その後ようやく完全に沈むこともあります。聖書に登場するヨシュアという人物が、戦いの最中古代ユダヤ人が暗くなる前に敵を倒せるよう空に輝く太陽を引き止めてほしいと神に祈ったという伝説にちなんで、この現象はヨシュア効果と呼ばれています。水星は太陽エネルギーを他のどの惑星よりもはるかに多く受けています。そのためこの惑星は非常に高温です。日中の赤道付近では水温が摂氏427度に達することもあります。ただ夜はマイナス173度にまで下がります。水星は太陽系の正式な惑星としては唯一恒久的な大気を全く持たない惑星です。あの火星でさえ極めて希薄とはいえ大気は存在し、天候の変化も見られるのに対し、水星ではそのような現象は何も観測されていません。その理由はおそらく2つあります。1つ目は水星は質量があまりにも小さいこと、そして2つ目は磁場が非常に弱いことです。先ほどもお話ししたように、この惑星は極めて強い太陽光にさらされています。仮に若い頃の水星が大気を持っていたとしても、とっくの昔に太陽風によって吹き飛ばされてしまっていることでしょう。ちなみにタイタンは水星よりも質量がはるかに小さいにもかかわらず立派な大気を持っています。タイタンが大気を維持できたのは太陽からの距離が遠く離れているのも一因だと考えられます。クレーターと荒野。水星は最もクレーターが多い惑星で、その風景は月によく似ていると言えるでしょう。といってもこの惑星は隕石による激しい爆撃にさらされたわけではありません。40億年ほど前に起こった最強の隕石雨を太陽系に属する全ての惑星が何らかの形で経験していますが、いわゆる後期重爆撃期と呼ばれるこの大変動が起こったことで、地球、金星、火星に形成されたクレーターは侵食や風化、火山の噴火によって随分前に消滅してしまいました。一方、水星ではそういうことは何も起きていません。ちなみに、水星ではそもそも火山の噴火がありません。最新のモデルによると、この惑星では質量の大半が液体のコアに占められているといいます。
また水星のコアは薄いマントルの層に包まれていて、その上には非常に分厚い外殻があります。コアが噴火し得ないのは明らかですし、マントルは薄すぎます。その一方で外殻は厚すぎるため、それを突破できるような溶岩流があるとは考えられません。月の半球は表と裏で明らかな違いがあるのに対し、水星の地表は同じような性質をしています。どこに着陸したとしても同じような風景を目にすることになるでしょう。ただ同じような性質をしていると言っても見た目まで同じとは限りません。実は水星には多種多様な見どころがあります。例えば水星にはクレーターの他にも断崖と呼ばれる地形がよく見られます。断崖は水星が子供の頃、その外殻が冷えて縮こまった時に形成されたものです。その良い例が全長 350km、高さ 3km に及ぶディスカバリー断崖です。水星の最も面白い見どころはカロリス盆地です。この盆地は温度が最大値に達する最も暑い経度の一つに位置しています。カロリス盆地は直径 1500km の巨大なクレーターといって差し支えありません。フランスやスペインといった国がすっぽりと収まるほどの大きさをしています。カロリス盆地はカロリス山脈というほぼ円環状の山々に囲まれており、内部にはいくつかのやや小さなクレーターが見られます。盆地の中心には雲の巣のような亀裂に囲まれたアポロドーロスクレーターがあります。この構造群全体がパンテオン地溝帯と呼ばれています。水星で最も深いクレーターは、作曲家の名前にちなんで命名されたラフマニノフクレーターです。このクレーターの直径は 130km とカロリス盆地と比べれば控えめですが、その代わり深さは 5380m と水星の平均高度を下回っています。面白いことに、ラフマニノフクレーターの年齢は10億年をやや上回る程度で、他のほとんどのクレーターと比べてもかなり新しいのです。また水星の南極にもう一つ面白いクレーターがあります。中世中国の画家、作家、政治家として知られる張門府にちなんで命名された張門府クレーターです。直径はラフマニノフクレーターよりもやや大きいのですが、深さはそれほどでもありません。ただ最大の特徴はそこではなく、クレーターのほぼ半分が常に影にあることです。ここはいわば永遠の夜に閉ざされた世界なのです。ここでは温度が常にマイナス171度程度に保たれています。科学者たちはこの永遠の闇の中に水の氷が存在する可能性が高いと推測しています。さて、チャオモンフクレーターと同じような条件は、その真裏にある北極にも見られるはずです。北極にもいくつかのクレーターがあり、その底ではやはり夜が永遠に続いているはずです。ということは、水の氷も存在しているに違いありません。そして、水の氷が存在しているということは、かつて水星には大気や漂流水が存在した可能性を示しています。しかし、それらは火星よりも早く、水星が誕生して数百万年の間に全て消失してしまったのです。一方、氷は、ほうき星によって惑星表面にもたらされた可能性もあります。これまで私たちは、水星にはいくつかの探査機を送り込んできました。それにより、水星ではかなり詳細な調査が行われています。ただ、この不思議な惑星の構造に関わる問題を含め、今もなお、たくさんの問題が残されています。例えば、かつて水星のコアは固体だと考えられていましたが、比較的最近になって液体であることが判明しました。また、以前から水星の表面には氷が存在すると言われ続けていましたが、その確認が取れたのも最近のことです。今回は太陽系の中でも特に興味深く謎に満ちた惑星、金星の雲の下を覗いてみたいと思います。これから
この薄暗く陰気な惑星の大陸や海洋について知るとともに、そこに秘められた謎や金星の複雑な地質史を紐解いていきましょう。お暑いのがお好き。金星は地球以外で大気の存在が確認された最初の天体の一つです。1761年、ミハイル・ロモノーソフが明けの明星の日面通過を観測しているとき、金星ディスクの周りに奇妙な明るい輪を発見したのがきっかけでした。ロモノーソフは当時仮説上の存在だった金星の大気圏により、太陽光が屈折したことでこの輪が生じたと解釈しました。その後、別の科学者たちによる調査によって、ミハイル・ロモノーソフの考えが正しいことが証明されたのです。また金星は質量と半径が地球とほぼ同じで、天文学的に地球によく似ていることもかなり早くから知られていました。このことは金星に大気が存在していたことも相まって、多くの作家の想像をかきたてました。作家たちの間では、金星は厚めの地球というイメージが膨らんでいたのです。金星には恐竜たちが駆け回る熱帯のジャングルがあって、腰布をつけたセクシーな原住民の女性が、不気味なレプティリアンから救ってくれるたけだけしい地球人を待っているはずだ。そうに違いない、というのです。ただ人間のようなヒューマノイドにとって、金星は少し暑い程度では済まされないはずだ。そう真面目な科学者たちは繰り返し指摘してきました。金星は地球よりもはるかに太陽に近く、ずっと多くの太陽光を受けています。様々な試算によれば、仮に金星に地球に似た大気があったとしても、金星の温度は地球よりも40度から50度も高いはずでした。このような環境では、地球のような生物は寒い極地でしか生きられません。金星を知れば知るほど、恐竜や美女はいないことが明らかになっていきました。例えば、1940年、第三帝国からアメリカに渡ったドイツ生まれの天文学者、ルーペルト・ビルトは、金星大気に含まれる二酸化炭素の量に関する当時の最新データを利用して、金星の表面温度を計算しようと試みました。そして計算の結果、100度を大きく超えていることが分かったのです。その後、宇宙探査機による調査によって、ビルトの考えが正しいことが証明されました。金星は二酸化炭素を主成分とする非常に濃い大気に包まれています。大気圧があまりにも高いため、表面に隣接する下層大気は気体ではなく超臨界有体という非常に濃い霧と沸騰した液体の中間のような状態になっています。大気中には非常に濃い雲が立ち込めているため、金星の地表では太陽がほとんど見えず、温度はおよそ467度にも達しています。雲の下には何があるのか。先ほども触れたように、金星は常に分厚い雲に覆われています。そのため、通常の望遠鏡で表面を観測することはできません。でも幸いなことに、私たちにはレーダーがあります。まさにこのレーダーを使って、1992年までに、探査機マゼランが明けの明星金星の地表をほぼ完全にマッピングすることに成功したのです。その結果、金星の表面の年齢はわずか数億年で全体的に比較的新しいことが分かりました。これは何らかの循環的プロセスによるものと思われます。つまり金星表面では定期的に多くの火山が噴火し、地表は溶岩で埋め尽くされます。金星はこうして余分な熱を逃がしているのです。金星表面には衝突クレーターはほとんど見られませんが、火山に由来するクレーターなど別の構造物も存在しています。表面には金星特有の地形がいくつか見られます。例えばアラクノイド、クモの巣という地形がそうです。これはいくつかの同心円状の楕円がたくさんのひび割れでつながった構造です。アラクノイドの形成には数億年前の火山活動が関与している可能性があります。なお、金星には現在、活火山は存在していないようです。金星には干上がった川底のような溝がたくさん見つかっています。実際、かつてそこには水ではなく溶岩が流れていたようです。
その中で最大の溝は長さ 7000km、幅 3km に及ぶバルティス峡谷です。金星の大半は亀裂や古い火山噴火の痕跡だらけの憂鬱な焼け焦げた溶岩の荒野です。しかしこの惑星には科学者たちが大陸や陸地と呼ぶ高台がいくつか見られます。金星の名所のほとんどがそうであるように、この場所にも女性の名前が付けられています。大陸は様々な神話に登場する愛と豊穣の女神の名前を冠しています。現在金星には全部で3つの大陸があります。金星最大の大陸は赤道付近にあるアフロディーテ大陸です。見た目は西を向いたサソリのような形をしていて、アフリカ大陸に匹敵する面積を有しています。アフロディーテ大陸は噴火の痕跡と思われる亀裂や暗い領域に全体を覆われています。この大陸にはオブダ地域、テティス地域、アトラ地域という3つの大きな山地があります。アトラ地域は三姉妹の中では最小の面積ですが、標高は最大です。まさにこのエリアに位置しているのがマート山です。マート山の標高は金星の平均半径を基準とした場合、およそ8800メートルです。金星で2番目に高い山であり、最も高い火山でもあります。頂上には直径30キロメートルほどのクレーターがあり、斜面には小さめのクレーターがたくさん見られます。これらのクレーターの中には、噴火によってできたのではなく、斜面の一部が噴火したマート山の内側に崩落してできたものもあるようです。また、アフロディーテ大陸には、アルテミスコロナという構造もあります。火山によるコロナ地形としては、金星最大のもので、その直径は 2600km です。一体どれほどの噴火が起これば、ヨーロッパのいずれかの大国やいくつかの国々さえもがすっぽりと収まるほど巨大な丸い峡谷が残るというのでしょうか。想像するのも恐ろしいほどです。また、金星の北極域にはイシュタル大陸という小さめの大陸がもう一つあります。ここは金星で最も標高が高いエリアです。この大陸にはフレイヤ山脈、アクナ山脈、ダヌ山脈などたくさんの山脈があります。このうち最も標高が高く、金星の地表で唯一の男性名を冠しているのがマクスウェル山です。マクスウェル山の高さはおよそ 11km です。金星の最高峰であるとともに火星の巨大な山を除けば、太陽系で最大級の山の一つに数えられます。マクスウェル山の頂上は金星の基準では非常に寒い場所で、気温はおよそ380度です。また、この山では金星表面でわずかしか見られない衝突クレーターの一つが発見されています。直径 100km ほどのクレオパトラクレーターがそうです。このクレーターの大きさは地球上の恐竜を絶滅に追いやった小惑星が残したチクシュルーブクレーターに匹敵します。クレーター形成の原因がどんな天文だったのかはさておき、隕石の落下は壊滅的な破壊をもたらしました。衝突の衝撃により巨大地震と溶岩流が引き起こされ、このエリアは様相を一変させたのです。金星三つ目の大陸はラダ大陸です。南極付近にあるこの大陸は金星で一番小さく最も研究が進んでいない大陸です。また、ラダ大陸は三姉妹の中で最も標高が低い大陸です。ラダ大陸にはクエトザルペトラトルコロナという見どころがあります。これは火山でできた巨大なコロッセオです。大きさではアルテミスコロナに及びませんが、直径は 800km を超え、やはり堂々とした姿をしています。火星はパラレルワールドのようです。地球にとてもよく似ている一方で、大変寒く、生物が存在せず、地球とは性質が異なっています。なんとここでは夕焼けさえ青い色をしています。当然のことながら、好奇心豊かな人類は数世紀にわたって火星を入念に調査しています。火星の表面で撮影した写真に想像力をかき立てられた人々は、
火星の丘に人の顔が見えたり、未知の文明が作った灌漑用水路を見つけたりします。写真に写っているそのようなアーチファクトは、大抵目の錯覚でしかありません。しかし、火星の表面には地球では出くわすことのない実に奇妙で変わった地形があります。巨大な火山、枯渇した川底、峡谷の迷路。火星には他にどんな意外なものがあるのでしょうか。火星の表面の特徴。火星は映画マッドマックスの撮影に最適な場所だったでしょう。そのような美しい赤い砂漠地帯は他にはありません。ただ砂嵐が始まるとすぐにこの美しさは空気中に舞い上がった数千の砂粒に覆い隠されてしまいます。要するに火星の天気はあまり良くありません。火星の表面は隕石の落下により形成されたクレーターで穴だらけで、ここには山や丘、谷や峡谷があります。しかし奇妙なことに、火星の北半球と南半球には大きな違いがあります。この現象は火星の二分星と呼ばれています。火星の北半球は南半球に比べて新しく、平均して 6km ほど低くなっています。昔、冥王星と同じぐらいの大きさの天体がかわいそうな火星に全速力で衝突するという恐ろしい惨事が起きたため、そのような非対称性が生じたという仮説があります。地球からでも火星の半球がそれぞれ異なっているように見えます。南半球には海と呼ばれる暗い地域の大部分が集中しており、北半球には明るい地域である大陸があります。ただ、本当に火星に海があると思わないでください。これは科学者が考案した単なる火星表面の地名です。どうやら科学者は私たち全員を混乱させたかっただけのようですね。暗い地域では埃が吹き飛ばされやすいので、他の地形と視覚的に大きく異なっています。概して風は火星の表面を彫刻する主な自然現象の一つです。遠い昔、火星では地球と同じくプレートが移動しましたが、その後科学者によると、火星の核が凝固し冷却したため磁場と大気が消滅し、プレートが固定されてしまいました。現在火星で観測されるのは弱い地震だけです。あるいは火星震と言うべきでしょうか。いずれにせよ、火星が寝入ってしまったため、太陽系のどこを探しても見つからないほど途方もない高さの山が存在しています。オリンポス山。火星で山頂が最も高く最大の火山はオリンポス山です。ギリシアの神々が実在していたならば、実際にこの壮大な場所を自宅に選んだことでしょう。山の高さは約 22km です。オリンポス山と比べたら、エベレストでさえ小さな丘に思えます。オリンポス山はあまりにも高く広大なので、火星の表面からその姿を完全に見ることは不可能です。オリンポス山からどんなに遠く離れたとしても、その一部は隠れて見えないでしょう。また、皆さんが急に太陽系で最も優れた登山家になろうと思い立ち、オリンポス山に登ったとしても、山の斜面は地平線の向こうに隠れてしまうでしょう。この山の面積は30万平方キロメートルですので、それも当然です。山の麓の斜面は険しく急ですが、おそらくかつての古代の海に侵食されたため、そのような斜面になったのでしょう。オリンポス山は火山です。死火山だと思われていますが、最後の噴火は約200万年前に起こりました。宇宙の基準ではこれはほぼ昨日と同じことですので、またいつか噴火するかもしれません。マルガリティファー大陸。おそらく地球人の誰もが火星移住に申し込みたくなるように、天文学者は意図的に火星に存在する自然の造形物に大変ロマンチックな名前をつけているのでしょう。例えば、マルガリティファー大陸を見てみましょう。これは火星の赤道近くに位置する広くて古い地域で、クレーターや平原、カオス地形がたくさんあります。カオス地形とは、風変わりな形の亀裂や溝のような奇妙で複雑な地形のことです。そのうちのいくつかは、地下水により地形が侵食された結果形成されたのでしょう。そうそう、この地域はかつて水で満たされて、エーベルスバルデクレーターには大昔、大きな湖がありました。科学者はその証拠を発見することができました。それはかつてこの湖に水を供給していた三角州と川床です。三角州の面積は100平方キロメートル以上です。随分前に川が枯渇してしまって残念ですね。
とっても豪華なリゾートだったでしょうに。氷冠。残念ながら液体の水は火星の表面ではまだ発見されていません。その代わりここには氷が豊富にあります。火星の両極は地球と同じく一面氷冠に覆われています。氷冠の面積は季節に大きく左右され、火星の真夏に縮小します。これは二酸化炭素によって起こります。冬は二酸化炭素が凍結しドライアイスの層になりますが、温暖な季節には溶けてしまいます。どうやら火星では長い歴史の間、極限氷河が出現したり融解したりしていたようです。そのような変容は火星の軌道の変化や自転軸の傾斜と関係があります。北極環は南極環よりはるかに大きく、調査によるとパイの層に似ています。最も古い層は約15億年前のものです。この場所で集めた氷をすべて溶かすことができたら、惑星の表面全体は浅い海に覆われるでしょう。その場合はおそらく火星の名前を惑星ソラリスに変更しなければなりませんね。マリネリス峡谷。皆さんはこれまでグランドキャニオンを訪れたことはありますか？ではグランドキャニオンの深さが7倍、長さと幅が数十倍になり、さらに何度も枝分かれして複雑な通路が形成された様子を想像してみてください。マリネリス峡谷を描写したら大体そんな感じになるでしょう。この場所は探査機マリナーによって1970年代に初めて発見されたため、この探査機にちなんで名前が付けられました。この峡谷は東から西まで 4000km 伸びていて、火星の顔の醜い傷跡のように見えます。ある学説によるとマリネリス峡谷は火星の外角に入った亀裂だということです。どのようにして形成されたのかは今も完全には分かっていません。おそらく網状になったキャニオンの跡は火星が冷却したことで形成され、その後土壌の侵食の結果広大したのでしょう。別の学説ではマリネリス峡谷の形成は隣のタルシス大地で起きた約35億年前の火山活動が原因だとしています。いずれにしてもこの傷跡のおかげで火星は一層素敵に見えます。ノクティス迷路。マリネリス峡谷には個別に触れた方がいい場所があります。そこはこの地域の西部にあるノクティス迷路です。名前の響きさえ美しいですよね。これは様々な方向に伸びた峡谷が分岐し連なった地形で高台にあります。その長さは 1000km を超えています。こんな迷路で迷いたくありませんね。峡谷の底は砂と塵に覆われていて、ところによっては一面が砂丘です。火星では珍しい現象ですが、朝になるとこの地域には水氷の小さな結晶からなる霧が広がります。霧雲はまるで峡谷に隠れようとしているかのようですが、ところどころ谷の外にある高台に姿を現しています。なぜそのようなことが起こるのかは科学者にも完全にわかっていません。おそらく水は迷路の坂の崖になっている場所で凝縮し、朝太陽光線が当たるとすぐに蒸発するのでしょう。コロリョフクレーター。火星表面はずっと陰鬱で乾燥した赤い砂漠だったわけではありません。かつてここには川や湖や海がありました。それは現在の科学ですでに確固たる事実として認められています。しかし、ある時壊滅的な出来事がありました。それが具体的にどんな出来事だったのかは今のところよくわかっていませんが、この出来事により火星の大気はほとんど失われ、水圏も蒸発してしまったと言われています。現在、当時の火星の面影は極寒だけに残されています。ソビエト宇宙開発の父にちなんで命名されたコロリョフクレーターは火星の北極にある主な見どころの一つです。赤茶けた尾根がほぼ正円状に連なり、その中には鏡のように滑らかな氷の湖がキラキラと輝いています。低画質の画像でも素晴らしい美しさです。クレーターの直径は 81km、中にある氷の厚さは 1.8km です。ちなみに地球で最も深いバイカル湖の水深はわずか 1.6km です。専門家の計算によると、コロリョフクレーターにはおよそ2200立方キロメートルの水が存在すると見られています。これはグレートベア湖に匹敵する水量です。
面白いことに、コロリョフクレーターの氷は北極にある地の極寒とは別に形成されています。コロリョフクレーターはいわゆる衝突クレーターで、大型の天体が火星の表面に落下してできたものです。このエリアにはもともと地下に湖があった可能性があります。その湖が隕石の衝突により地表に出てきたのかもしれません。火星の大気が失われるにつれ温度が低下していきました。すると湖は凍りつき、蒸発を免れたというわけです。ノクティス迷路。火星の赤道やや下に巨大なマリネリス渓谷があります。この渓谷を宇宙から見ると、まるで大きな引っ掛け傷のような形をしています。マリネリス渓谷の長さは 4500km 以上、幅は場所によっては 600km にも及び、深さは 11km に達します。この渓谷と比べればグランドキャニオンなど足元にも及びません。マリネリス渓谷は西側にあるノクティス迷路、夜の迷路という美しくもミステリアスな名前の高台に起点があります。この迷路の高さはおよそ 11km です。迷路という名前は、無数の深い谷や渓谷が高台を縦横無尽に走っていることから付けられたものです。宇宙から見ると本当に迷路や蜘蛛の巣のように見えます。ノクティス迷路には激しい地殻変動の傷跡が残っています。専門家はこの迷路が今から20億年から30億年前に形成されたのではないかと推測しています。かつて火星には今よりずっと多くの水があったと言われていますが、面白いことにこの場所では当時と同様、今でも朝になると霧が立ち込めています。タルシス三山。マリネリス渓谷からさらに西に進み、ノクティス迷路を越えるとタルシス地域に至ります。このエリアは太陽系で最も高い山があることで知られています。タルシス地域最大の見どころはもちろんオリンポス山です。基底部からの高さは 26km に達します。オリンポスの山の高さはエベレストの3倍、金星のマクスウェル山のほぼ 2.5 倍に相当し、直径はおよそ 540km です。オリンポス山はあまりにも高くて大きいため、火星のどの地点から見ても全体像を捉えることができません。仮にこの山の頂に立ったとしても、斜面のほとんどが地平線の向こうに隠れてしまいます。オリンポス山の麓は傾斜が非常に激しく、ほぼ垂直の壁が 7km にわたって続いています。おそらくこの山はもともと海中にあり、それが起伏して巨大な島となり、そこに海が打ち寄せて現在のような姿になったのでしょう。オリンポス山の隣には活動を停止した巨大火山がさらに3つあります。高さ 19km のアルシア山、 18km のアスクレウス山、そして 14km のパボニス山です。地球の 8000m 級の山々からすれば、羨望の眼差しで見上げるしかありません。それは太陽系の他の惑星や衛星の山にも言えることです。エーベルスベルデクレーター。火星の南半球にあるマルガリティファー大陸には興味深いクレーターがいくつかあります。そのうちの一つがエーベルスベルデクレーターです。このクレーターはコロリョフクレーターと同様、大型の小惑星または彗星の核が火星表面に衝突して形成されたものです。エーベルスベルデクレーターの直径は 65km をやや上回る大きさで、形成されてから37億年程度が経過していると推測されます。エーベルスベルデクレーターにはかつて火星表面を流れていた豊かな川の痕跡が見られます。その川はそれほど大きくはありません。三角州の面積はおよそ115平方キロメートル、川底の長さは数十キロメートルだったようです。それほどインパクトがある川ではありませんが、火星表面に歴史とした水圏が存在したことを示す重要な証拠の一つに数えられます。かつてこのクレーターには大きな湖がありました。専門家が発見した川はその湖に注ぎ込んでいたとみられます。ここで発見された堆積岩の中には、もしかすると火星の生物圏の痕跡が残っているかもしれません。ウズボイ渓谷。
火星にちゃんとした水源が存在したことを示すもう一つの証拠、それがウズボイ渓谷です。この渓谷は火星の南半球にあり、アルギル平原という火星表面の中でも特に保存状態の良い衝突構造から伸びています。ウズボイ渓谷は細長い窪地で、かつて数百キロメートルにわたって流れていた豊かな川の川底だと推測されています。この川はアルギル平原にある湖から発し、エーベルスヴェルデクレーターの隣のホールデンクレーターにある別の湖に注いでいたようです。専門家の推測によると、ウズボイ渓谷はラドン渓谷やアレス渓谷、マルガリティファー大陸とともに、かつては巨大な水系の一部を成していたといいます。その水系は火星の赤道を横切り、クリュス平原にある大きな湖へと注ぐ天然の運河だったのだとか。もしかすると太古の昔にはそこには海があったかもしれませんね。ヘラス平原。ヘラス平原は火星で最も低い盆地です。火星表面にある他の多くの地形と同じように、この平原も大型の天体が衝突した時に形成されたと考えられます。ただここに衝突した天体は特に巨大でした。そのため火星本体に直径 2300km ほどの星雲に近い巨大な跡が残ったのです。ヘラス平原は周囲の地形より 9m 低く、火星平均より 7km 下に位置しています。冬になり霜が降りると、宇宙からは明るいシミのように見えます。ヘラス平原が何よりもすごいのは、火星で水が液体のまま残っている可能性がある数少ない場所の一つだという点です。ヘラス平原は非常に深い位置にあるため、平原の底にあたる部分では火星表面の平均より大気がずっと分厚いのです。それにより小さな温度の隙間が生まれています。ここでは氷が溶けても蒸発に時間がかかります。底面の気圧では水の沸点が摂氏10度ほどになります。ただこの温度になるのは火星では夏の昼間だけです。おそらくヘラス平原には永続的な湖は存在しないでしょう。仮にあったとすれば宇宙からでも見つけられるはずだからです。ただ水たまり程度なら十分に可能性はあるでしょう。もしかしたらその水たまりには周期性があって、毎年ほぼ同じ時期同じ場所に出現しているのかもしれません。そしてそれは人類が知る中でも特に面白い水たまりに違いありません。もしかしたらその水たまりからは興味深いものがたくさん見つかるかもしれませんね。木星は太陽系の惑星におけるビッグダディのような存在です。最も大きく、最も重要で非常に恐ろしい存在です。木星に落下することが宇宙好きの人たちの間で最も有名な怖いことあるあるの一つとなっていることはご存知でしたか？木星は古代ローマの強大かつ厳格な最高神の名に全く恥じません。近年、学校の天文学の教科書にはまだ書き加えられていないような興味深い新たな事実が次々と明らかになりました。強い欲求。木星はいわゆる褐色矮星と呼ばれる小さくて冷たい太陽の半星になっていてもおかしくありませんでした。太陽系の歴史の初期に小惑星となる硬い微惑星同士の衝突が起こった際に、木星はあっという間に大きな質量を手に入れました。しかしその後、私たちのビッグダディはズーズーしい連中の盗みにあってしまいました。太陽の近くを何か別の星が通り、その結果固体部分の大半がオールトの雲のどこかへ放出されてしまったのかもしれません。残ったものは全て土星に持っていかれてしまいました。結果的に木星はヘリウムや水素を保つには十分な質量を手に入れましたが、核融合反応を引き起こすには少なすぎました。これは私たちにとってはむしろ好都合だったと言えます。なぜならもしそうでなければ、木星の引力があまりにも強すぎて地球の回転が止まり大変動が起こったり、軌道から外れて数ある巨大惑星の衛星の一つになっていたかもしれないからです。水星との衝突。木星と土星は太陽系で起こる隕石落下の大半を一身に引き受けています。
太陽系の内部の領域から小惑星が取り除かれ、そしてその大半が火星と木星の間にある小惑星帯に配置されているのはこのおかげなのです。オールトの雲からやってきた彗星は木星や土星のそばを通過すると軌道を変え、それらの衛星になるか、あるいは巨大惑星と衝突します。そのような彗星のうち初めて人類に発見されたのはシューメーカー・レヴィ彗星でした。この彗星は1992年に木星に接近した際に木星の巨大な重力場によってバラバラになり、22個の破片に分裂しました。これらの破片は1994年に木星と衝突し、大気中に強烈な発光と爆発をもたらしました。その爆発1回分で地球上にある全ての核兵器の数百倍にも及ぶ破壊力を持つほどでした。圧力により液体化した水素でできた海が広がっている大気の下層部では高さ数百キロの大波が起こりました。2009年、彗星が再び木星に衝突しました。今度はそこまで激しい反応は起こりませんでした。シューメーカー・レヴィ彗星の破片が衝突した後、大気中には地球ほどの大きさの跡ができましたが、この天体からはほんの太平洋ほどの大きさの跡が残りました。しかし、この彗星一つで地球上すべての生命を滅ぼすほどではないにしても、巨大な領域をその先何百年も空っぽにするくらいなら十分可能だったでしょう。私たちが生きていられるのも発展できるのも木星のおかげです。もし木星がなかったら、恐竜を絶滅させたのと同じような大変動がもっと頻繁に繰り返されていたでしょう。大きな天体の衝突は他にも2010年に2回と2016年に1回確認されているといえば、いかに頻繁に起こっているかお分かりいただけるでしょう。風と嵐の王国。木星の最大の特徴といえば、もちろん大赤斑です。これは地球が余裕で収まるほどの巨大な渦です。大赤斑は1664年に発見されましたが、その勢いは現在に至るまで失われていません。木星の大気中には、その他にも寿命数十年ほどのやや小さめの赤や白の斑点があります。そこで吹く風の威力は、原爆が爆発した時の人を死に追いやる爆風の何倍にも相当します。木星の大気は常にうごめき、湧き立っています。木星は非常に高速で自転していますが、赤道では極地域よりもさらに自転速度が速くなっています。木星のイメージに欠かせない霊の縞模様はこれによって形成されるのです。また木星にはリガやブダペスト、アムステルダムといったヨーロッパの中規模都市なら雷一撃で丸焼きにしてしまうほどの強い雷雨も起こります。またもちろん見事なオーロラも見られます。木星の大気の上層部が持つ働きの特徴にはまだ分かっていないことがたくさんあります。少し前に2つの X 線の反転、木星の極地方における磁場の強さの急上昇が発見されました。またこちらも興味深い事実ですが、衛星が木星に投影している影の部分では大気が他の場所よりもはるかに高温になっています。これは潮汐力の影響ではないかと見られています。土星が羨ましい。氷でできた土星の美しい輪を木星はずっと羨ましそうに眺めていました。羨み、羨み続けて、ついに自分も同じような輪を手に入れようと決意しました。そして3つの輪を手に入れました。残念ながらそれらの輪は暗く、ぼんやりとしていてまばらです。輪の存在を予測した理論モデルは、ソ連やアメリカの研究者によって60年代にすでに開発されていましたが、実際に発見されたのは1979年のことでした。輪はかつて木星によって捕獲され、破壊された彗星から残った細かい塵でできています。将来この輪は工業材料や遠くの天体の地質学的成分に関する知識の貴重な源になるかもしれません。立ち入り禁止区域。木星は放射能を有しています。それも非常に強力な放射能です。木星には強力な磁場があります。地球の磁場が比較的薄い液体核の運動のみで作られているとすると、主にガス状の物質や液体の物質でできている木星においては、磁場の形成に大気全体と海も関わっているのです。木星の放射線帯は宇宙の遠くまで広がっています。
最も近い衛星であるイオやエウロパでもあっという間に致死量の放射線を浴びてしまいます。木星の研究が難航しているのはまさにこれが原因です。調査は遠くから行うしかありません。もし探査機があまりにも低い軌道に入ってしまったら、電子機器はガンマ線の影響ですぐにダメになってしまうでしょう。ビッグダディには大家族。木星には多数の衛星があり、その数は数百にも上ります。衛星はどれも個性的でどれも優れています。17世紀初頭に発見されたイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストというガリレオ衛星の他にも球体でない小さな天体がたくさんあります。その多くは木星と同時に形成されたもので、常に木星の周りを回転しています。もともとは木星の衛星ではなかったものの、ビッグダディのカリスマ性と重力に屈して木星の元にいることになった小惑星のグループも存在します。これらの小惑星は反対向きに回転していますが、研究者たちはそれを体系化するためにアナンケ、カルメ、パシファエ、シノーペといった最後がエギョの音で終わる名前をつけています。中にはある一定の期間木星の元にいて、やがて逃げ去っていく衛星もいます。これは大抵木星の重力に捉えられ、不規則な軌道を回転しているオールトの雲からやってきた彗星です。1949年に木星に捕獲され、1962年に離脱した串田村松彗星もこれにあたりました。木星の近くには見張り役、木星の周りではなく木星とともに太陽の周りを回転している2つの小惑星グループが存在します。これらはラグランジュ点と呼ばれる均衡点に位置しています。これはいわゆるトロヤ群で、他の巨大惑星にもあることが知られています。中には地球にもこのトロヤ群があるのではないかと考える研究者もいますが、もしあるとしたら大きさも非常に小さく、数も少ないでしょう。木星の天気。私たちがいつも家を出るとき、暖かい服装にしたり傘を持っていくかを決めたりするため、天気のことを気にかけます。天文学者もまた木星の天気を注意深く調べています。もしかして彼らは木星で休暇を過ごそうとしているのでしょうか。1978年にこうした調査の一つが始まって以来、科学者たちは木星各地で温度のデータを収集しています。そして2022年には3木星年以上にわたる観測の結果が公開されました。その結果はこうです。木星には明確な季節がありません。それは地球の地軸が 23.4 度傾いているのに対し、木星の自転軸は3度しか傾いていないからです。そのため科学者たちは温度が一定の周期で変化するとは予想していませんでした。ところが実際には温度が変化しているのです。しかも木星の大気中で温度が変動する期間は、季節をはじめとした基地のサイクルに依存していません。一番の驚きは温度の変動が木星各地で連動しているという点です。ある場所で温度が上がると、もう一方の半球の同じ緯度で温度が下がります。なぜそんなことが起こるのか、天文学者たちはまだ解明に至っていません。木星の雪。2011年8月5日、アトラス5ロケットが惑星探査機ジュノーを長旅へと送り出しました。それからおよそ5年後、ジュノーは木星に到達。この惑星に狙いを定め、磁気圏、大気、内部構造の調査を行いました。2020年、ミッションはさらに5年延長されましたが、ジュノーはこの巨大ガス惑星について、すでに多くの有益な情報を収集し、木星に関する理解を深め、また新たな謎をもたらしています。木星をターゲットとする天文観測機器はもちろん他にもありますが、ジュノーは驚くほどの情報量を提供してくれるとともに、私たちの想像をかきたててくれています。2017年5月19日、この探査機は木星の構想にアンモニアと水の氷からなる白く非常に冷たい雲を捉えました。研究者たちはこれらの雲から木星に香水があると考えています。これが雪なのか氷なのかはわかりませんが、サンアントニオにあるサウスウェスト研究所のスコット・ボルトン氏によれば、
雪と考える方が好ましいと言います。皆さんは雪と氷のどちらだと思いますか？コメント欄に書き込んでくださいね。木星のコア。ジュノーが木星周回の旅を始める前、木星には地球の5倍から20倍の質量を持つ高密度なコンパクトなコアがあると考えられていました。このコアは金属水素のマントルと水素とヘリウムからなるエンベロープに包まれています。ところがジュノーが木星の重力場の計測を始めたところ、従来の理論に間違いがあることが分かりました。そこで科学者たちは新たなモデルを提案しました。このモデルではコアが木星の半径のほぼ半分を占めており、もはや従来の理論の基礎とされていたコンパクトな土台という概念を覆すものでした。重元素は一面的な硬いコアではなく、木星の中心に向かうにつれて濃度を増しながら金属水素に不均一に溶け出しています。このような惑星がどのように形成されたのか、科学者はまだ解明に至っていません。オーロラ。オーロラは非常に美しい現象で、地球上だけでなく木星でも見ることができます。1979年、ボイジャー1号が木星の北極上空に初めて光を観測しましたが、詳細の多くは現在も謎に包まれています。地球のオーロラは太陽風の影響で発生しますが、木星のオーロラはさらに複雑かもしれません。それは木星の磁場が地球よりもかなり強く、太陽からの距離も離れているからです。地球では太陽風の荷電粒子が磁力線に沿って移動し、大気中の窒素原子と酸素原子を励起することで赤、緑、紫のきらめきが見えます。一方木星では常にオーロラが発生しています。それは荷電粒子の流れが太陽光によって生じるだけでなく、木星の惑星系自体によっても生成されているからです。衛星イオは活発な火山活動の結果、大量の硫黄酸化物を噴出します。それがイオン化し、木星をガスのトーラス、電子、陽子、硫黄と酸素のイオンからなるプラズマディスクで包みます。惑星とともに回転するこの巨大なプラズマ実験室は科学者たちの好奇心をかきたてます。木星のオーロラは電磁スペクトルのあらゆる帯域で放出され、一定の脈動を特徴としています。2021年には脈動 X 線フレアの発生原因が解明されました。科学者たちがジュノーと XMM ニュートン望遠鏡のデータを調べたところ、木星とともに回転する磁場が太陽風と衝突し、そこで電磁イオンサイクロトン波が発生することで X 線帯域での脈動オーロラが発生することを突き止めました。つながれている衛星。オーロラの強さと挙動は太陽風だけでなく木星の衛星とも関連しているようです。宇宙探査機ジュノーの打ち上げはこうした推測を裏付けるだけでなく、科学者たちに新たな疑問を投げかけました。2016年、ジュノーは南極上空でオーロラの幻想的な画像を撮影することに成功しました。これは地球から観測困難です。しかしジュノーは見えないものを見えるようにするために打ち上げられたのです。天文学者たちはジュノーが撮影した北極と南極のオーロラのデータを比較し、その脈動が同期していないことを突き止めました。この非同期性は地球のものとは大きく異なっています。木星の南極では高エネルギー X 線が11分周期で脈動しています。一方北極ではオーロラの明るさが南極のものとは関係なく不規則に増減していたのです。当時の理論ではオーロラの脈動が同期していない理由を説明することはできませんでした。そこで研究者たちは木星の磁気圏の条件に局所的な影響を及ぼす何か追加の要因があるのではないかと考えました。その要因とは惑星の衛星かもしれません。イオ、エウロパ、ガニメデが目に見える形で残した自身の痕跡、それがオーロラスポットです。この関係を調べるため、ジュノーはイオから木星に向かう電子の束の中を飛行し、
電子の雨のパラメーターを計測しました。同時に科学者たちはイオと見えない手綱でつながれている木星のオーロラスポットの変化を記録しました。その結果、電子の流れの中で磁気の刺激が加わると、紫外線帯域でオーロラの強さに変化が生じることが分かりました。2022年にはガニメデでも同様の実験が行われました。研究者たちは同様の関係が見つかることを期待していましたが、発見には至りませんでした。この現象の調査もジュノーと今後行われるジュースミッションに与えられたもう一つの課題です。木星の新たな衛星。木星が興味深いのは本体の秘密だけではありません。木星の持つたくさんの衛星もまたその謎で天文学者たちを魅了しています。例えばガニメデは太陽系最大の衛星ですし、エウロパは水の海を持つ可能性がありますから魅力がないはずがありません。木星の最初の4つの衛星はガリレオ・ガリレイによって記録されました。1610年のことです。一方、現在の科学者たちは、このイタリアの天文学者が使用していたものよりもずっと強力で性能の良い機材を持っています。そのため、新たな衛星が定期的に発見されています。2023年1月だけでも12個の新たな衛星がカタログに追加されました。それにより、木星の衛星数は92個となり、衛星数でしばらくトップに立っていました。一方、かつてのトップであり、83個の衛星が確認されている土星は、太陽系の奥深くで羨ましそうにため息をつきました。2月には、さらに3つの新しい衛星が木星の資産に加わりました。この巨大惑星の優位性は否定できないように思われましたが、5月にはもう国際天文学連合が土星の衛星を新たに数十個登録しました。これにより土星の惑星数は146になりました。競争は今も続いています。さて、木星はどう対応するのでしょうね。木星のアビス。木星最大の名所、大赤斑。長さ1万 6000km に及ぶこの強い高気圧は、すでに350年間にわたって観測され続けていますが、木星の大気中には他にもたくさんの見どころがあります。例えば、2019年5月29日にジュノーによって撮影された木星のアビスがそうです。これは縁が明るく真ん中が暗い非常に珍しい渦です。NASA はその正体を知りませんが、これはさらに深い場所に空いている大気中の穴ではないかと予想されています。浴槽の水を抜いた時にできる渦に似ていると思いませんか？土星は太陽系でも特に話題性の高い天体の一つです。科学者たちは2017年までにこの惑星を調査した宇宙探査機カッシーニの遺産を今もなお研究しています。科学者たちは議論を続け新たな仮説を提示しています。それはどれも大胆なものばかりです。ロード・オブ・ザ・リング。土星は太陽系で最も判別しやすい惑星です。もちろんそれはリングのおかげです。リングを見れば小学生でも、あ、土星だとわかるでしょ。この独特なリングは1610年にガリレオ・ガリレイがこの惑星に望遠鏡を向けた時初めて観測されました。それ以来惑星科学者の関心はこの薄いリングに釘付けになっています。惑星の周りを飛び交うたくさんの氷の岩は厚さ5メートルから30メートルの層を形成しており、反射率が高いため地球からはっきりと見ることができます。これはどこから来たのでしょう。ボイジャー2号の打ち上げ以来、天文学者たちはこのリングが衛星の破壊により生まれたという説を検討してきました。カッシーニミッションはリングの起源というよりもその年齢を解明する手がかりとなりました。このプロジェクトの最終段階であるグランドフィナーレでカッシーニは惑星本体と
内側のリングの間を22周飛行し、この異常な領域に関するデータを収集しました。2023年、サイエンスアドバンシス誌にある論文が掲載されました。この論文では、カッシーニのデータが用いられており、土星のリングを一般的な家庭用絨毯に見立てて、その年齢を特定しました。皆さんの家に掃除機がなければ、絨毯には常にホコリが溜まり続けるでしょう。ホコリの厚みと積もるスピードによって、この絨毯がどれだけ長い間床に敷かれているのかがわかります。同じプロセスが土星の持つ氷のリングにも起こっています。つまり宇宙の塵がリングの表面に降り積もっているのです。観察とモデリングを行った結果、このプロセスがごく最近、つまり古くても4億年前に始まったことが示されました。もしかすると1億年前に始まった可能性もあります。そのため地球上に恐竜たちがいたのと同時期に土星にリングが出現した可能性が高いと考えられます。土星の一日の謎。2004年に土星に到達した宇宙探査機カッシーニ。その主要ミッションの一つは、土星の自転速度を測定し、一日の長さを確定させることでした。そのミッションは、答えよりも多くの謎をもたらすことになりました。土星のような惑星には、硬い地表面がないため、自転に要する時間を知るために地形を観測することができません。木星の場合、地理極の周りを磁極が回転する速さを測定することで問題を解決することができました。しかし土星の場合は磁極と地理極が一致しているため、この方法を使うことができません。そのため、ロード・オブ・ザ・リングとして名高い土星のリングには別の方法が使われました。それは電波の間隔、いわゆる電波周期を測定する方法です。電離層と磁気圏が交わる場所では電波パルスが発生します。それにより惑星の自転速度を測定することができるのです。そこでカッシーニの観測機器は早速作業に取り掛かりました。しかしその結果はすぐに科学者たちを行き詰まらせたのです。実はこのような作業は1980年代すでにボイジャー2号によって行われていました。ところがそれから20年の間に自転のバルク速度が大きく変わっていたのです。新たな観測に基づくと1日の長さは10時間45分45秒となり、ボイジャー2号のデータより6分も長くなりました。天文学者たちは他の惑星を観測した経緯から、惑星がただ急加速や急減速をすることはありえないと知っています。そのため、彼らは土星の一日の長さを計測する新たな方法を模索し始めました。さらにその後、電波信号を分析した結果、土星の南半球と北半球で回転速度が異なることが判明しました。これではうまくいくはずがありません。そのため、一日の長さを確かめるもっと確実な方法を見つけ出す必要がありました。そして2019年に公開されたのが10時間33分38秒という新たなデータです。前回の計測と比べるとまたもや12分もの差があります。今回研究者たちはカッシーニのデータも使用しましたが、土星そのものではなく、この巨大ガス惑星の強力な引力によって振動する土星のリングを調べました。その結果、このリングは地震計のようなものであることが分かりました。リングにより惑星の内部構造マップを作成することができ、同時に自転の周期を計算することができたのです。またこの研究により、土星内部がこれまでのイメージとは異なることも分かりました。土星のコアは土星直径の 60% 近くを占めています。土星のコアは岩石、氷、ガスで構成されており、強い対流の兆候はありません。このことは土星の磁気圏の起源に関する理論に疑問を投げかけています。もしかしてコアの内部では土星の磁場を生み出す金属水素がまだ湧き出しているのでしょうか。その答えはまだ分かっていません。土星内部に秘められたもの。天文学者たちが土星の一日の長さを計算できたことは良かったですが、
電波周期の異常は依然として謎のままでした。土星の内部では他の巨大ガス惑星には見られないような驚くべきユニークな現象が起こっているはずです。ここではオーロラにも違いがあります。地球の場合、オーロラは磁力線に沿って飛ぶ太陽風の粒子により引き起こされます。また木星は衛星の火山活動などを通じて自ら荷電粒子の流れを発生させています。しかし土星には科学者たちを不安にさせるものがまだあるのです。2022年、土星のどこに問題があるのかについてある仮説が発表されました。この仮説のために研究者たちは5年前の1ヶ月間ハワイにあるケック天文台の分光器を使って上層大気に含まれる赤外線の痕跡を測定し、そのデータを土星の電離層マップに当てはめました。その結果、オーロラの大半が土星の大気そのものの運動により発生していることが分かりました。大気がイオン粒子の流れを加速させイオン風へと変えていたのです。加熱した熱源のエネルギーを吸収する風速3メートル毎秒も及ぶ強風は、土星の謎の六角形の上空で発生するオーロラの強さや形成にだけ影響を与えているのではありません。先ほど自転に要する時間を計測するのに電波パルスを利用する方法ではうまくいかなかったとお話ししましたが、その原因はまさにこの変動にあったのです。こうして一つの研究によって土星の謎が一度に二つも解決したのです。しかし土星にはまだ謎が残っていました。熱圏では何が起こっている？地球の熱圏は太陽から届く熱の大半が吸収される場所です。ここでは200ケルビンから2000ケルビンの温度幅があります。カッシーニのデータによると、土星の熱圏の温度は赤道域の370ケルビンから極域では590ケルビンまで上昇します。やはりかなりの高温です。でも太陽系第6惑星は太陽からこれほど離れているというのになぜそうなっているのでしょう。太陽光が土星の大気を温められないとしたら、一体何が温めているのでしょう。それにはいくつかの仮説があります。2023年の研究によると、土星の熱圏が加熱されているのはリングが原因だと主張されています。つまりリングの物質が土星本体に落下し上層大気を温めているというのです。カッシーニによってリングは1秒間に最大 2800kg の物質を失っていることが分かりました。これはちょうどオリンピックプールを満たすのに十分な量です。もしこのデータが正しければ、このペースで氷の粒子が吸収された場合、土星のリングはあと3億年は維持されることになります。ただ科学者たちにはこのデータが正しいという確信がありません。そこで彼らは2023年、ジェームズ・ウェップ望遠鏡とケック天文台の観測装置を使って土星の氷の降水を調査するプロジェクトを立ち上げました。もしかすると重力がリングを削るペースはこれまでの想定よりも速いのかもしれませんが、それは誰にもわかりません。土星がエンケラドゥスから生命を吸い出している。2023年6月、ジェームズ・ウェップ望遠鏡は新たな謎の光に包まれた土星の姿を見せてくれました。土星のリングが不吉な明るい光を放っている様子です。この画像は赤外線で撮影されたものです。科学者たちの見解によると、こうした方法で惑星の営みの暗い部分を見ることができるといいます。波長 3.23 マイクロメートルでは土星表面が非常に薄暗く見えます。そのため天文学者は薄暗い衛星を探しやすくなり、生命が存在する可能性のあるエンケラドゥスなどの天体を観測しやすくなります。エンケラドゥスはわずか33時間で土星を一周し、噴煙を残して土星のリングに水を供給しています。この噴煙を観測することで天文学者たちはこの衛星に存在するかもしれない生命の兆候をよりよく調査することができます。その一方でエンケラドゥスは水を失うことで人類の第二の故郷になる可能性を失います。なんとも恐ろしいことです。
皆さんはエンケラドゥスに移住するチャンスはあると思いますか？コメント欄に書き込んでくださいね。地球は青い惑星と言われていますが、この表現には少し大げさなところがあります。確かに地球は海や大気によって特徴的な色合いを帯びていますが、大陸に目をやると茶色や黄色、緑色であることがわかります。実は本当に青い惑星なのは、私たちから遠く離れたところにある天王星なのです。今日はこの天王星についてお話ししたいと思います。天王星は太陽系の太陽に近い方から7番目の惑星で、大きさはかなり大きい方です。直径は5万1000キロを超え、これは地球の4倍にあたります。天王星は太陽系の惑星の中で直径の大きさでは3番目、質量の大きさでは4番目になっています。その巨大な氷の中には地球63個分がやすやすと収まる大きさです。天王星は近代に入ってから望遠鏡を用いて発見された初めての惑星でした。天王星は1781年3月13日にウィリアム・ハーシェルにより発見され、これにより古代以来初めて人類に見える太陽系の限界を広げることに成功しました。天王星は肉眼で見えることもありますが、昔の人たちは天王星をぼんやりとした星だと思って見ていました。主に水素とヘリウムでできている巨大ガス惑星の土星や木星と違って、天王星やそれによく似た海王星の内部には金属、水素がありません。その代わり多量の氷が高温状態で存在しています。この理由から専門家はこれら2つの惑星を巨大氷惑星という別のカテゴリーに分類したのです。天王星は極めて特殊な惑星です。第一にその温度です。天王星の大気は太陽系の中で最も冷たく、最低でマイナス224度にも達します。太陽系の他の巨大惑星と違い、天王星は太陽から受け取るより少ない量のエネルギーしか放出しません。他の惑星には大きな高温の核があります。標準モデルでは天王星は3つの層からなるとされています。中心には岩石質の中心核、真ん中には氷のマントル、そして上層部には水素とヘリウムの大気があるという構造です。中心核は比較的小さめで、地球の約 0.5 から4倍の質量を持ち、半径は惑星全体の半径の 20% です。氷のマントルは惑星の大部分を占め、全体の半径の 60% にあたります。しかしこの氷のマントルは水、アンモニア、メタンからなる高温高密度の液体でできているため、一般的に使われる意味での氷ではありません。天王星にはよく使われる意味で固い外層はありませんが、ガスでできた層の最上層部を一般的に大気と呼んでいます。木星や土星にも見られるような雲や嵐の模様は見えません。しかし、例えば赤外線のように別の波長帯で観測してみると、天王星にも確かに雲があることがわかります。1986年にボイジャー2号が撮影した写真に写っているものもありますが、中には数時間経つと消えてしまう雲もあります。さらに天文学者は天王星における風速を測定することに成功しました。風速は最大で時速 900km にも達します。天王星の最も驚くべき特徴は自転軸の傾きです。天王星の赤道面は軌道面に対して98度傾いています。天王星はほぼ横倒しのような状態で逆回転で自転しています。これは大きな影響をも与えています。太陽系の他の惑星が回転しているコマに似ているとするなら、天王星はどちらかというと転がっている玉に似ています。これは惑星における昼夜の移り変わりに影響を与えています。天王星の自転周期は17時間14分です。つまり天王星における1日の長さは約17時間だということです。
しかし実際はそう単純ではないのです。天王星はほぼ横倒しで太陽の周りを回っています。これはつまり天王星では公転周期の時期によって南極あるいは北極のどちらかが太陽の方を向いているということです。どちらかの極が夏であるとき、そこでは42年間絶え間なく太陽が照り続けます。逆にその極が太陽から反対側にあるときは42年間真っ暗の冬が訪れます。つまり天王星では1日、正確に言えば一昼夜の長さは太陽の周りを一周する期間と同様に84年だということができます。言い換えれば1年と一昼夜の長さが同じだということです。興味深いのは自転軸がこのように傾いているために、天王星の極地方では1年間に太陽から受けるエネルギーが赤道周辺よりも多いにもかかわらず、赤道周囲の方が極地よりも温度が高くなっているということです。このようなエネルギーの分散を引き起こすメカニズムは今のところまだ解明されていません。天王星の珍しい傾きは磁場にも影響を及ぼしています。ジョージア工科大学の新たな研究で天王星の磁場は惑星とともに回転していることが分かりました。つまり17時間ごとに文字通り極が入れ替わっているのです。地球磁気圏は北極と南極の周囲に形成されています。もしもこれらの極が突然入れ替わったとしたら、恐ろしい大変動が地球を襲うことになります。天王星ではこのような大変動が毎日起こっていて、磁気圏は自転軸に対して60度傾いているという奇妙な状態になっています。研究実施者はボイジャー2号からのデータを元に作られたデジタルモデルを使用して天王星の磁場の働きをシミュレーションし、毎日太陽風を通したり遮断したりしている仕組みも含め、磁場に関する秘密のいくつかを解明することに成功しました。興味深いのは土星と同様、天王星にも輪があることです。土星のくっきりとした輪と違い、天王星の輪の粒子は非常に暗くなっています。天文学者はこの輪はまだ若く、惑星と同時にできたのではなくて比較的最近になってから形成されたものではないかと推測しています。すべての巨大惑星と同様、天王星にも衛星があります。天文学者は現時点で衛星の数を27個としていますが、この衛星はどれも軽いものばかりです。全部合わせても海王星最大の衛星であるトリトンの質量の半分にも満たないくらいです。これまでに天王星に接近した宇宙探査機はボイジャー2号のみです。ボイジャー2号は1986年1月に天王星付近を移動し、雲の上層から8万1000キロのところまで接近しました。何千枚にも及ぶ天王星とその衛星の写真を送信したボイジャー2号は、その後次の目的地である海王星に向かったのでした。現在宇宙機関の主な目標は火星に向けられていて、天王星や海王星といった惑星への関心はずっと低くなっていますが、どんな状況も変わり得ます。 NASA は巨大氷惑星の開発案をいくつか挙げています。計画がうまくいった場合には2034年までに天王星に探査機が打ち上げられる予定です。このミッションは海王星や天王星が形成された仕組みや、これらが巨大ガス惑星と大きく異なっている理由などを解き明かす手がかりとなるでしょう。天王星が太陽系の中で最も謎めいた惑星であることは間違いなく、この巨大氷惑星に関する驚くべき事実がこれからも数多く待ち受けていることでしょう。海王星は太陽系の中でもとりわけ美しい惑星の一つです。つい最近、冥王星が準惑星に格下げされたことに伴い、海王星は太陽から最も遠い惑星だとみなされるようになりました。海王星は非常に遠方にあるため、なかなか研究が進まない状況にあります。海王星に関する興味深い事実をいくつかご用意しました。科学的手法。
というわけで、海王星にまつわる興味深い事実。一つ目は、この星が望遠鏡による観測ではなく、数学的な計算によって発見された初めての惑星だということです。太陽系第8惑星である海王星は、すでに1612年と1613年にガリレイによって観測されています。ただ彼はこの惑星を恒星だと誤認していて、それから2世紀の間、誰一人それを疑う者はいませんでした。1821年、天王星軌道表が作成されました。この表は数学的な計算と望遠鏡による観測をもとに、第7惑星が進むであろう軌道を予測したものです。ところが、実際に天王星を観測したところ、この表とは異なる軌道をたどっていることが分かりました。その原因について、レベリエとアダムズは、天王星が何か別の惑星に引き寄せられているからだと推測します。彼らは別の惑星の重力によって、天王星の安定した公転運動が乱されていると考えたのです。実は、一人ぼっちで公転するのが寂しかった天王星は、お出かけをしていました。お隣さんとの噂話や最近の宇宙情勢を知るために星系の軌道を離れていたのです。だからといって天王星を厳しく咎めるのはやめましょうね。だって研究者たちが自分を観測していることも、おかしな動きをする理由の解明に全力で取り組んでいることも一切知らなかったんですから。さて、研究者たちは数年間にわたる観測と捜索を経て、実際に海王星を発見することに成功します。それは計算によって導き出された場所とぴったり一致していました。1846年9月23日の出来事です。数学者たちは自分たちの方法が正しいことが証明されて、きっと大満足だったでしょうね。重力による雪道を利用したこの方法は、それ以来、系外惑星や衛星、その他の天体を捜索するための手段として使われるようになったのです。風の星。海王星では地球の嵐とは比べ物にならない途方もなく激しい風が吹き荒れています。例えて言うなら、皆さんがこの動画を見るために使っているスマホと世界最高のコンピューターほどの差があると言えるでしょう。そんな海王星の風速は時に音速に達することもあります。私たちが今後海王星に基地を作る時には風力を利用してエネルギーを供給できるかもしれません。ただ、海王星の基準でいう、そよ風レベルの風が吹いたとき、基地がいきなり壊れてしまわないよう、建築材料はよく吟味しておく必要があるでしょう。さて、海王星にも、木星と同様、寿命の長い大気現象があります。その中で最も大きなものが、大暗斑です。これは、地球の大きさにも匹敵するモンスター級の高気圧で、中心風速は時速 2400km にも達します。地球では2017年にハリケーンイルマが発生し大きな被害をもたらしましたが、その風速が時速 300km だったことを考えると凄まじい強風だと言えるでしょう。海王星のモンスターとも言うべきこの大暗斑がどのくらいの期間存在しているのかについてはよくわかっていません。1989年にボイジャー2号によって発見されたこの高気圧は、1994年にハッブル望遠鏡によって観測された時には、すでにその姿を捉えることはできませんでした。専門家の推測では、海王星には大暗斑よりもさらに激しい暴風が存在すると言います。仮にこの惑星の地表が固体だったとしても、そこで満足な生活ができるかは疑わしいでしょう。ひとたび心地よい風が吹けば、人どころか高層ビル群さえあっという間に吹き飛ばされてしまうのですから。これほどの風が吹く原因については全くわかっていません。もしかしたら海王星の核が非常に高温であるのに対し、対流圏の上部はマイナス 221.4 度という極寒の世界であることに何らかの関係があるかもしれません。調査にトライ。海王星はとても遠方にあるがゆえに調査が難しい惑星だとされていますが、実際にフライバイに成功した探査機が一つだけ存在します。それがボイジャー2号です。この探査機のおかげで私たちは第8惑星に吹き荒れる凄まじい暴風のことやリングや衛星のことを知ることができたのです。海王星に関する情報の大半は望遠鏡での観測を通じて得られています。中でもハッブル宇宙望遠鏡には特に感謝しなくてはなりません。
海王星はどんなに頑張っても肉眼で見ることはできないのです。一年も生きられない。海王星での一年は地球のほぼ165年、正確に言えば 164.79 年に相当します。この素敵な惑星は2011年7月12日に発見から1周年を迎えました。つまり公転軌道を一周し、発見時と同じ位置に戻ったのです。ということは、もし海王星にコロニーを作ったとしても、住人は自分の誕生日を祝えないことになります。その日が来るよりずっと前に死んでしまうからです。そう考えるとすごく悲しいですね。それに海王星での一昼夜は地球と比べてかなり短く、わずか12時間しかありません。ただこの惑星の昼と夜にはそれほど差がないと見られています。海王星には太陽からの光がほんのわずかしか届かないため、地球から移住するとしたら、きっとコロニーを照らすための巨大な反射鏡が必要になるでしょう。軌道のダンス。冥王星が準惑星に格下げされて以来、海王星は太陽から最も遠い惑星だとみなされるようになりました。でも太陽系の惑星がまだ9個あった時代にも、海王星はそう呼ばれていたことがあります。いえいえ、専門家が一斉に記憶喪失になったわけではありませんよ。原因は冥王星がかなり特殊な軌道を描いていることにあります。冥王星の軌道は行動面に対して傾いていて、海王星の軌道を貫くような形になっています。そのため冥王星は周期的に海王星の軌道の内側に来るのです。一番最近そうなったのは1979年から1999年の間で、当時は事実上海王星が太陽系第9惑星とされていました。仲良し家族。海王星には大小複数の衛星からなる素敵な家族がいます。中でも一番個性が強いのがトリトンです。トリトンは100年近い間海王星唯一の衛星だとみなされてきました。またトリトンは海王星の他の衛星と同じように公転するなんて、自分の固権に関わると思っているのか、進行方向が他の衛星とは逆になっています。そのためあまり長くは生きられないのです。螺旋状の軌道を描きながら公転しているトリトンは、間もなく第8惑星と衝突する運命にあります。間もなくとは言っても数千万年後のことですが、宇宙の尺度で見ればほんのわずかの時間に過ぎません。この壮大な宇宙の大変動を見られないなんて、残念としか言いようがありませんね。トリトンには劣気とした火山があります。ただ火山とは言っても、噴き出すのは溶岩ではなく液体窒素やメタンです。そのためトリトンは黒い縞模様で覆われています。その正確な化学組成は今のところ完全には解明されていません。私たちが海王星系まで実際に到達できたとしたら、まずはトリトンにコロニーを作る必要があるでしょう。そして有用な炭化水素の採掘を行うのです。海王星には他にも衛星がありますが、その大半が取るに足らない石ころに過ぎません。また海王星にはリングがあります。ただそのリングは黒くて石が多いので、土星のものほど美しくはなさそうです。このリングの存在はすでに1960年代には予言されていましたが、実際の観測に成功したのは1989年のボイジャーが初めてです。海王星のリングを作っているのは、かつてこの巨大惑星に捉えられた隕石や小惑星だと見られています。移住する。現在海王星は巨大ガス惑星ではなく、天王星と同じ巨大氷惑星だとされています。とは言っても表面が固体というわけではありません。海王星の大気は密度が高く有毒で、しかも絶えず超音速のそよ風が吹いています。でも理論上この惑星にコロニーを作ることは十分可能です。コロニーは有用資源の採掘、学術研究、それに遠方の星々に向かって飛行する宇宙船に関わるサービスの拠点となるでしょう。つまり将来的に海王星は忙しくなりそうですね。もちろん冥王星はもはや正式な惑星とはみなされてはいません。でもだからといって
面白みがなくなったわけではありません。太陽系で最も遠い惑星の一つである冥王星、私たちはその表面について一体何を知っているでしょうか。冥王星とその表面。冥王星は小さくて遠くにあるため非常に観測がしづらく、比較的最近までその表面のことはほとんど分かっていませんでした。一般的に科学者やイラストレーター、 SF 作家は冥王星に対し永遠の闇に沈む陰気で単調な灰色の平原だというイメージを抱いていました。でも実は最新の調査でそれほど退屈な天体ではないことが分かったのです。冥王星はそれほど暗いわけでもありません。太陽はかつて惑星と呼ばれた冥王星からはとても小さく見えますが、それでもかなり明るいと言えるでしょう。ただ冥王星は非常に寒く、平均気温はおよそ50ケルビン、つまり摂氏マイナス223度ほどしかありません。冥王星の表面はほとんどが窒素の氷に覆われていますが、水の氷もあり、これほど低い温度では岩のように硬くなります。冥王星の地表を単調だと考えるのは、事実からかけ離れた致命的な間違いであり、火が冷たいとか牛が空を飛ぶというようなものです。実際はそれとは正反対で、準惑星や通常の惑星の中でおそらく最もバラエティに富んだ地表だと言えるでしょう。これは反射率の違いにも現れています。つまり冥王星の表面は雪のように白い場所もあれば、炭のように黒い場所もあるのです。冥王星の表面や見どころについて新たな情報が得られると、科学者たちは天文学の恒例によりあるテーマに基づいて命名するという取り決めがあります。冥王星の場合、様々な民族の神話や文学に登場する冥府や死、それらを司る神々に関するもの、あるいは果敢に新しい地平を開拓した偉大な科学者や宇宙探査機、あるいは冥王星とカイパーベルトを研究した人物などにちなんで命名されることになっています。冥王星のハート、トンボー地域。冥王星で最も印象的で最も面白くピックアップするにふさわしい見どころといえば、2015年に発見された有名なハートマークではないでしょうか。科学者たちはその100年ほど前の1930年に冥王星を発見した天文学者にちなんで、このエリアをトンボー地域と命名しました。トンボー地域は冥王星の赤道より北に位置しています。全長はおよそ 1600km で、これは例えばトルコのような国の横幅に匹敵します。冥王星のハートがよく目立つ理由はとてもシンプルです。それは冥王星の表面で最も明るい部分だからです。冥王星のハート自体は均一ではなく、西側の方が明るく平坦です。この領域はスプートニク平原と呼ばれています。スプートニク平原にはクレーターや大きな凹凸はなく、小さな丘の尾根や亀裂だけが走り、20km から 30km 程度のセルに分割されています。この亀裂がどのようにして形成されたかは今のところ不明ですが、もしかすると対流と関係があるのかもしれません。また、これほど広大な平原がどうやって形成されたのかも分かっていません。一説によると、大きな小惑星が衝突した時にできたクレーターだとも言われています。衝突による衝撃はかなり激しく、冥王星の地下にある氷のマントルが噴出するきっかけとなったようです。ハートの東側は色が濃く、山が多いのですが、サイズは小さめです。このエリアはスプートニク平原よりも古いと見られ、激しい地殻変動があった時期に形成されたものと考えられています。とはいえ、冥王星の他の地表面と比べれば、このエリアはまだまだ新しいと言えるでしょう。また、トンボー地域のハートの境界上には山脈が2つあります。一つはエドモンド・ヒラリーと共にエベレスト初登頂を果たしたネパール人、登山家天神ノルゲイにちなんで天神山、またはノルゲイ山と呼ばれています。天神山は標高 6km を超え、冥王星で最も高い山脈として知られています。もう一つの山脈は先ほど登場したヒラリーにちなんだ名が付けられています。ヒラリー山は天神山の半分ほどの大きさですが、
冥王星の基準からするとやはり堂々とした大きさをしています。クジラとその他の斑、太陽系内にある他の数々の天体と同様、冥王星にはマキュラ、別名斑と呼ばれる表面が暗いエリアに見られます。一般的に惑星学者たちはマキュラをかなり古いものだと考えています。現時点で冥王星最大のマキュラはトンボー地域の西に位置するクトゥルフ領域です。この領域は赤道に沿って長さ 3000km、 幅 1000km にわたって伸びています。クトゥルフ領域はその特徴的な形状からクジラとも呼ばれています。科学者たちの見解によると、地質学的には非常に新しいスプートニク平原とは対照的に、クトゥルフ領域は冥王星の表面で最も古い部分の一つに数えられるといいます。実はこの領域が暗くなった原因は時間の経過にあるとされています。数十億年にわたり紫外線や宇宙放射線の影響を受けたことで、メタンと窒素からソリンという特殊な有機化合物が形成され、分厚い層となってクトゥルフ領域を覆いました。この領域が暗い色をしているのはこのソリンが原因なのです。ちなみに私たち人類が太陽系を本格的に開発するようになれば、ソリンは石油の代用品となれる可能性を秘めています。ソリンはトリトンなど地球にもっと近い天体にも大量に存在していますが、遠い将来クトゥルフ領域も単なる観光スポットではなく、極めて重要な資源の産地として位置づけられるでしょう。さて、クジラの尻尾あたりには変わった構造があります。これも斑です。初期の画像では暗いリングの中心が明るくなっているように見えたため、ドーナツと呼ばれていました。解像度の高い画像を見ると、実際にはドーナツとは似ても似つかないのですが、名前としてはドーナツが定着しています。冥王星に2つあるメインスポット、クトゥルフ領域とトンボー地域の間にはブラスナックル、メリケンサックと呼ばれる構造があります。直径数百メートルの斑の集まりが大きな高地で区切られていることから、このような愛称が付けられました。このメリケンサックにはクランマキュラ、アラマキュラ、バルログマキュラ、ブクブカメマキュラ、モンポーマキュラが属しています。ここは断崖や峡谷が多く、クレーターも見られ、クトゥルフ領域と同様非常に古いエリアだとされています。マキュラが暗い色をしているのも、おそらくソリンが含まれているからだと考えられます。大陸、峡谷と未知の領域。冥王星には山脈や斑の他にも大陸と呼ばれる広大なエリアがあります。ベネラ大陸、ハヤブサ大陸、パイオニア大陸、ベガ大陸、バイキング大陸、ボイジャー大陸がそうです。一見してわかるように、これらの名称は宇宙に関する人類の知識を深めた宇宙探査機や探査ミッションにちなんでいます。これらの大陸はトンボー地域とクトゥルフ領域の北と北西に隣接しています。これはかなり古いエリアで、クレーターや斑に覆われ、峡谷により区切られています。冥王星にはすでにご紹介したものの、他にも山や丘があります。例えば、タルタルス尾根やパンデモニウム尾根があります。冥王星の北極はローウェル地域と呼ばれます。ここには極寒があり、窒素の氷が大量に含まれています。冥王星が夏になると、ここから窒素が盛んに蒸発し、気圧が3倍以上に上昇します。とはいえ、地球の気圧と比べれば、些細なものだと言えるでしょう。残念ながら、冥王星の表面の大部分は、まだ調査が進んでいません。ニューホライズンズは、冥王星のごく一部しか地図にすることができませんでした。南緯30度よりも南のエリアやカロンに面した半球のことはほぼ何も分かっていないのです。ハッブル宇宙望遠鏡の画像には多数の斑や明るい領域を示すものがありますが、解像度が低すぎて細部を見ることはできません。例えばハッブルが撮影した画像があったにもかかわらず、ハートやクジラの存在は2015年まで知られていなかったのです。ですから私たちはこの遥か彼方の天体について、まだまだ知るべきことがたくさんあるのです。
太陽は私たちの地球にとって最も重要な天体です。数世紀前は地球は主に内部の熱で温められていて、太陽はただの電球に過ぎないと主張する科学者がいたことも今となっては笑い話です。一方、現在の研究によると、太陽がなければ地球上に生命は存在しえなかったことが証明されています。今もなお多くの謎と驚くべき発見を秘めている太陽。そんな太陽の謎を少しでも解決に導くべく、最近探査機が送られました。この探査機によって一体どんなことが分かったのでしょう。太陽とは何か。最初に太陽について一般的にどんなことが判明しているのかを少しおさらいしておきましょう。さて、太陽はスペクトル型が G2V 型の黄色矮星です。実際には白い光を放っているのですが、大気の特性により私たちの目には黄色く見えます。そのため科学者たちはこれまでの慣例を崩さず、こう呼ぶことにしています。太陽の年齢は45億年をやや上回っていて、一生で言うとほぼ中盤にあたる年齢です。太陽の質量は周囲を公転する天体をすべて合わせたよりも重く、太陽系内のおおむね 99% 以上の物質が太陽に集中しています。太陽の密度は水の 1.5 倍ほどで、これはクズ湯とゼリーの大体中間のような濃さです。物理学的な視点で見ると、太陽は他の完全な恒星と同じく巨大な核融合炉だと言えるでしょう。摂氏1500万度に達する太陽核では、水素からヘリウムへの核融合やその他の反応が進行しています。これらの反応により何十億年もの間、太陽系全体に熱と光が供給されているのです。実は太陽は太陽核、放射層、対流層からなっています。対流層の上からはもう恒星大気が始まります。大気の下層にある恒星は太陽の表面と呼ばれることもありますが、これは必ずしも正確な表現ではありません。恒星に硬い地表面はないからです。恒星の温度は平均すると6000度で、私たちが見ることのできる光の大半がここから発生しています。恒星の上には彩層とコロナがあり、後者は皆既日食の時に観測することができます。太陽が月に隠れた時、月の黒い円盤の周りにギザギザの光の輪のように見えるのがコロナです。太陽は長い間研究されていますが、未だ完全な解明には至っていません。太陽に探査機を送り込むのは難しく、現時点ではその大気条件に耐えられるような素材も見つかっていないのです。また、問題は温度や放射線だけにとどまりません。秒速 1000km にも達する非常に強力な物質の流れもあります。そのため、現時点では太陽の調査はかなり距離をとって行う必要があるのです。パーカーソーラープローブの冒険探。宇宙時代が始まって以来、私たちは太陽を調査するため、たくさんの探査機を打ち上げてきました。その中には、静止軌道上にとどまり、遠くから太陽を観測したものもありました。また、1970年代に、アメリカと旧西ドイツによって打ち上げられた、ヘリオス1号とヘリオス2号のように、安全が保たれるギリギリの距離まで接近を試みた探査機もありました。そして長年にわたって計画されてきたミッションが、パーカーソーラープローブです。この探査機は太陽から620万キロメートル、つまり 0.04 天文単位まで接近する予定です。これは水星近日点の10分の1の距離に相当し、これまで人類が作り出した探査機の中で太陽に最も近い距離です。また、この探査機の名称は太陽風研究で極めて重要な功績を残したアメリカの著名な天文物理学者、ユージン・パーカーにちなんで命名されたものです。この探査機は2018年に打ち上げられました。なお、パーカーはこの時91歳。すでにかなりの高齢でしたが、自身の名を冠した探査機の打ち上げを存命中に見届けることができました。もちろん、彼はこのイベントへの立ち会いを許可されています。老科学者は、これまでの人生で最高の感動を味わったのではないでしょうか。計画によると、パーカーソーラープローブは、
太陽の周りを螺旋を描きながら移動し、徐々に太陽に接近していくはずです。飛行の最中、この探査機は何度か金星の軌道を横切っています。また去年には太陽からわずか 0.07 天文単位の距離を通過することに成功しており、2024年には太陽に再接近する予定です。パーカーソーラープローブにはたくさんの精密機器が搭載されています。その主な目的は太陽風や太陽の磁場の調査と、大気の中で最も謎多き部分であるコロナを調査することです。コロナの最大の特徴はその温度にあります。コロナの温度は摂氏100万度近くに達し、光彩よりもはるかに高温です。しかし、今のところその理由は分かっていません。実はこの謎を解明することが探査機に下された最大のミッションなのです。パーカーソーラープローブによる最初の大きな成果としては、太陽の磁場の方向と強さに関する調査が挙げられます。ある奇妙な異常が観測されたのです。それは力線にまるで楽器の弓を引くような独特の乱れでした。科学者たちはすぐにこの乱れこそがコロナの温度が高い原因なのではないかと推測しました。このようにこのプロセスのメカニズムはまだ正確には解明されていませんが、私たちはコロナの異常な温度の解明に一歩近づいたと言えるでしょう。パーカーソーラープローブは太陽の他にもいくつかの天体を調査しています。例えば長周期彗星 C2020F3 がそうです。この彗星は68世紀に一度太陽に接近します。つまり前回この彗星が飛来した時、地球上には最古の文明は一つも存在していなかったことになります。この彗星に接近したパーカーソーラープローブは彗星から伸びた尾の化学組成を分析することに成功しました。その結果、これまで知られていなかった成分が発見されました。尾にナトリウムイオンが流れていたのです。一見すると、この発見はそれほどインパクトがあるように思われないかもしれません。しかし、彗星の飛来元である太陽系の果ては、太陽系が誕生して間もない頃に余分な天体が廃棄された場所であり、一種の古物博物館であることを理解しておく必要があるでしょう。つまり、彗星を調査することで地球の過去についての理解を深めることもできるのです。もしかすると、地球上の水がどこから来たのか、地球にどうやって生命が誕生したのかもわかるかもしれませんね。一方、パーカーソーラープローブによってそれ以外の科学的な謎は深まる一方のようです。その謎とは、太陽系が独特な配置をしていることです。一般的に多くの星系では、恒星から半径 0.5 天文単位以内に2、3個、あるいはそれ以上の惑星がぎっしりと詰まった配置になっています。このような天体は、ホットジュピターやホットスーパーアースと呼ばれています。太陽系には、ホットと呼ばれる惑星はありません。しかも、太陽と彗星の間には小惑星すら存在しないのです。どうしてそうなのかは今もわかっていません。その他にも、パーカーソーラープローブにより、太陽風によって吹き飛ばされた塵さえもが、太陽から560万キロメートルの距離で消失することなどがわかっています。2021年、パーカーソーラープローブは太陽に大接近し、宇宙に散逸する前のほぼ手つかずの太陽風プラズマを調査することに成功しました。NASA はこれを太陽との接触と呼びました。この時地球には太陽プラズマの組成に関する新たなデータが送信され、私たちは太陽の組成についてほんの少し多くを知ることができたのです。もちろん一番面白い発見はまだまだこれからです。パーカーソーラープローブは今のところメインミッションに取り掛かってすらいないからです。あと1年半か2年もすればいよいよ予定の距離まで接近します。そうすればきっと数多くの新たな事実が判明し、私たちは予想すらしない現象を目の当たりにすることでしょう。新しい動画のお知らせをいち早く受け取れるようチャンネル登録と通知ボタンのオンをお願いします。もちろん私の大好きないいねも押してくださいね。それからこの動画を SNS でシェアすることもお忘れなく。皆さん、
いつもありがとうございます。それではしばしのお別れです。またすぐにお会いしましょう。さようなら。